タロ散歩チャンネル。ということで、こんにちは、太郎でございます。本日2020年の6月26日金曜日、現在時間がだいたい7時ぐらいで、私はご覧の通り札幌駅に来ております。 JR タワーのちょっと温度計がちょっと見づらいんですけれども、あの 18. 何度だったっけな、 18.5 度で、明日の天気が、雨時々曇りということで、ちょっとね、最近あまり天気が良くないなという感じはしますね。今日はですね、そう、ちょっとね、もう一個だけちょっと用事こなした後は、向こうにバスターミナルあるんじゃないですか。で、例によってなんか適当なバスに乗って適当なところに行って、適当に帰ってくるっていう、そういう動画でも撮ろうかなと思っております。ということで、じゃあ今回も一日何卒よろしくお願いいたします。こちらのね、大丸百貨店のここの中楼っていうんですか、あの別にあの歩いたからなんか私のなんかがなんかになるわけじゃないんですけども、なんかちょっと歩いてておしゃれっぽいなって、ただそれだけなんですよね。まあということで、真向かいが紀ノ国屋書店、今日もスタバがね、元気に混んでますね。まあということで、ちょっと用事を済ませまして、バスターミナルに向かってるんですけどね、ちょっとね、心なしかぽつらぽつらと小雨が降り出しているんですよ。一応ね、傘持ってきてるんで、まあ大丈夫っちゃ大丈夫なんですけれども、こんなところに駅前バスターミナルのこの表示がありますけれども、こんなとこですけどね、あのここの入り口が札幌駅の西改札口に通じるステラプレイスの入り口ですが、まあ、それはもう全力で無視してですね、今ずっとまっすぐ突っ切ってきますから、うん、なんかバスがたむろってますけれども。まあ、とりあえずね、これこっち行くと、もう丸山経由の高速バスに来ましたけどね、まあ、高速バスっていうか小樽行きのいいところはね、そう、あの路線バスのごとく札幌市内でも普通に降りれるっていうのがいいんですが、これ9番乗り場のね、宝石山っていうのかな、宝石山駅っていうのがあるんですけども、これがちょうどですね、おおよそ5分後の19時の35分に出るんで、これ乗ってみますか。まあ、ということで降りたのがですね、こちらのね、南21条西11丁目っていうところに降りました。ここはね、やたらとね、常鉄バスがね、さっきからね、行き交ってるんですよ。で、そう、ここを選んだ理由はですね、
まあ、簡単に言うと、まあ、そこの交差点のところにあの路面電車が走ってるんですよ。ちょうどね、あの垂直に交わってるっていう感じで、なのでそう、帰りは路面電車で帰ろうかなというふうに今ちょっと考えたんですよね。まあ、それとね、あんまりね行き過ぎると、そうなんかあの札幌駅に戻る時間がめちゃくちゃ遅くなるというのも一つの原因ではもちろんありますが、そこにもね、なんかあの伊予製麺っていうね、あのなんだうどん屋さんがあるんですよ。釜揚げうどん伊予製麺と書いてあって、また光で潰れてますけどね。しかもやたらと上鉄バスが通るんですけれども、まあ、ここが電車通りで、そっちに行くと、北の方、区役所とか、それから、西4丁目 の、 あの南一条交差点のあたりとか行く方に近いところで、こっち側に行くとあのすすきのとかたぬき工事とか行くのが早い方というふうになっているんですよ。なのでそう、電車通り沿いをちょっと歩いて、まあ、適当なところで電車に乗って、それですすきのに行こうかなと思います。こういう感じでね、これはなんか中央図書館前ということで、多分もう一周したらあの車庫に入るっていう、そういうものでしょう。じゃあこっち行きますか。じゃあとりあえずそう、路面電車のこの内回り、まあ、すすきの南の方にぐるっと回るような、その辺を、まあ並行して歩くという、そんな感じで行きたいと思うんですけど、いろんなお店がありますね。ここはなんかバールがあったりとか、炭火焼きのお店があったりとかするんですけれども、立ち食いどころ、そば、うどん、そして下に美容室、なんかこれつなげて読むと、そば、うどんの美容室みたいな感じで、頭がね、そば、うどんになりそうですけれども、うん、なんかあのメデューサみたいになるんじゃないかと思ってビクビクしているんですけれども、まあ、そんなことはもちろんないのは分かっております。冗談で言っております、もちろん。それからここにもパーキングがありますけれども、これはね、スミタスっていうね、なんか系列のパーキングみたいですが、ここはなんか60分100円なので結構安い方ですよね。さあ、お迎えから外回り循環ということで、これはまだね、もう2周以上やりそうな、この電車が走っております。お店の名前がベンリーということでね、なんかね、普通のスーパーなんですけどね、なんか名前でなんか便利なのかなっていうふうに思っちゃいますよね。ここの停留所はですね、見えるかな、東トンデン通りというふうな名前がついてます。まあ、トンデンというような名前がついてるようなところは、あの北海道で言えば、まあ、北海道独特だと思うんですけれども、そう、明治時代にその農民として入るんだけれども、いざという時はそう、北のロシアからの脅威に備えるような兵隊でいてくださいみたいな、そういうようなところあったんですよ。あの新琴似とかにもありますけどね、この辺だと。でそういうような、そう、あの普段は農業をやってるんだけれども、ね、あのそうでない時はっていうか、何かあった時はそう、あの軍として頑張ってくれみたいな、そういう、ね、人たちが住んでるところ、トンデンというふうに言うんですけれども、まあ、中トンのトンに田んぼの田ってことですね。だからなんかその通りだから、そういうのが近くにあったんだろうなみたいなことは、そう、地名から薄々推測することができるという感じなんです。今度はポラリスが、お客さんはね乗ってるけどあんまり多くないな。ちなみに住所的にはここはですね、南21条の西7丁目ということで、中島公園ぐらいから札幌駅までを歩くような感覚で、だから南21条なので、感覚としては中島公園から札幌駅まで歩くのと同じような感覚で、この辺からすすきのの交差点ぐらいまで歩けるっていうね、そういうあたりなんですよ。もうそこ行ったらね、あとねずっとまっすぐ行けば、大体あのすすきののちょっと西側のところに行けるんで、まあそしてね、目の前にはこんな歩道橋がどっしりと鎮座しておりますけれども、これはね登っちゃいけないとは思うんですけれどね、登っちゃいけないのは分かってるんですけれども、なんかここに橋があったらとりあえず登ってみるべというね、なんか悪い病気がちょっとね発症して、ね、じゃあ皆さん今までどうもありがとうございました。私はこれから高いところで、登りたくないんだけど足が勝手にね、もうちょっとね
もうね、すでにちょっと足がガクガクしてきたんですけども、でもね、まあ、それを置いといてね、なんかこの階段のカーブ具合がちょっと微妙でいいじゃないですか。そうで、ちょっとね、歩道橋も、まあ、多分雨水の関係なんでしょうけど、足のこと考えたとね、ここちょっと盛り上がってちょっとこう下がってるんですよね。ここはですね、書いてありますけど、一般道道西の白石線柏中学校前横断歩道橋ということで、なるほど、近くに、ね、中学校があるから、なんか生徒さんの安全をなんとかするために、作ってるっていうことなんでしょうけどね。そう、あの、安全のためなんですけどね、ちっとも安全じゃないですよ、こんな高いところ、眺めはいいんですけどね、下とか下生きた心地がしない、早く降りたい、自分で登っといてあれなんですけど、早く降りたい、そうなんですよ。まあでも眺めはいいですよ、とっても、全然いいですよ、あの、そう、高くなければいい眺めだと思いますよ、こんな高いところ、もう早くてシュッてシュッてシュッ、もうこんなところに階段なんかついちゃって、でもね、あの、まあ、それはさておき結構面白い形ですよね。こう来てこう来て、でここが T の字になってみたいな、ちょっと珍しい形をしてるなっていうのはなんか見てて思うんですけれども、すいません、ちょっとね、今ね、我を失ってしまって、今どっちから歩いてきたかなって考えて、あ、こっちか、そう、こっちからこう来たんだ、そうだ、そう、こう来て、でこっちがすすきの方、いや、北の方ってことですね。であそこにはね、なんか路面電車がまた止まっておりまして、おっとっと、で多分これか、黄色の矢印信号ついたじゃないですか。黄色の矢印信号は路面電車曲がってよしなんですよね。ということで、ここに今路面電車がね、音が聞こえますけれども、こうやって高いな、大丈夫だよな、この歩道橋崩壊しないよな、まあ、それはさておき、まあ、こんな風にずーっと行くわけですよ。あの、路面電車とか、ね、地下鉄って結構、ね、えげつないあの感覚で走ってますんで、まあ、どっかで適当に路面電車拾って乗るみたいな、そんな感覚で行っちゃってもいいような気がします。じゃあとりあえずね、どうしようかな、南方面と、それから豊平川方面と、そしてここの石山じゃねえや、ここ何畳だ、何畳ぐらいか、8畳と7畳ぐらいかな、まあ、とにかくなんかこの辺とちょっと選んでみますか。ちょっと地図見てみよう、低いところで、うわ、こんなところ登ってきたか、もう、もうこのように高いところは存在しちゃいけないってあれほど言ってんですけどね、もう少しできて帰れる、なるほど、ここに中学校があるのね、なるほど。やっぱりこう地に足がついてるというのは、もうなんて幸せなんだろうと思いますね。こんなところ歩いてきたんですよ。よく生きてたわ。もう3304って書いてある。なんか4桁の緑の電車ってあんまり見ないな。せっかくだからちょっと一丁角ぐらいね、豊平川歩いてみようかなと思います。あの、豊平川はもう適当なところに中入れますからね。でそれでどっかの、なんだっけ、あれを拾えば、あの、路面電車どっかに適当に拾えばいいかなっていう、そんな感じはするんですけれども、大丈夫だよ、そもそも路面電車が出なかった、豊平川、そう、あの、この学校の敷地の向こうがもう豊平川沿いの道路になるんですよ。なので、まだ大丈夫だと思うんだけどな。あの、今、あの、赤く光ってる信号のところから左に曲がると豊平川沿いって感じなんですけれども、そう、信号ね、一つ分だったらばそんなにこの今の電車通りと、あの、離れないっていう感じです。でその次の赤信号もうちょっと向こうにあるんですけれども、そこだとね、中島公園の南側のところに来るので、ちょっと離れるかなと。だから今こう川がこう電車通りに対してこう川が走ってるんですけども、中島公園ぐらいからぐにゃって風に東側にそれるんで、東側にそれる前に戻りましょうという、そういうような歩き方で行こうかなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。ツイッター、インスタグラム、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。